こんにちは。はい、こんにちはよ。今日はしりとり買い物チャレンジをしたいと思います。しりとりさえしてくれれば何でも買ってあげます。そうか、そうか。欲しいものあります？ないです、ないです、ないです。ないの？じゃあ鉛筆とかでいいじゃん。あー、安いね。ただし2周しかしませんから。じゃあじゃんけんで順番決めて。はい、じゃんけん、じゃんけん、はい、はい、はい。1番がいい？最後がいい？パパは1番目行こうか。ダラセイは最初何の文字にする？オーケー。じゃあしりとりのりー、せいちゃん1番目どこ行くの？パパが1番目。あ、パパが1番。リンゴ、リンゴですか？これせいが一番にしたらよかったんじゃない？せいが欲しいもの知ってるからでしょ。やっぱ俺じゃんけんで2番目に勝ってる。ああ、俺2番目にする。ああ、俺2番目にする。せいにリを譲るよ。リ、ママ優しい。しりとりのリ、リ譲るわ。忘れた名前。え、忘れた名前。え、リ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 、ブーなんとか。違う違う違う、いいだもん。違う、そう、お店の名前じゃなくて何がせいは欲しいの？立派なバッグ、立派なバッグ。立派なバッグ、立派なバッグ。本当はパパは何と言うと思う？リュックって言うかなと思って。こっちはバックパックって言うからリュックってせいは出なかった。せいはリュックが欲しいと。立派なバッグ。まあいいや、じゃあ立派なバッグでいきましょう。学校用のバッグが欲しいんだよね、せいね。バインダーが入るバッグが欲しいそうです。カナダを代表するブランドルルレモンに来ましたよ。ここでリュック探します。これが多分一番でかいやつ。ちょっと背負ってみたら。でかっ。せいめっちゃ背負われてるみたいになってるけど。ちょっとせい、じっとして、後ろ向いて。もう一個ちっちゃい方。いやでもそれだとバインダーギリギリかな。うん、やっぱこっちかな。じゃあこれを買いましょう。しりとりで言ったものは何でも買ってあげますからね。はい。じゃあせいちゃんが立派なバッグ。何でもいい。何でもいいよ。今日はええって言わないよ、ママ。本当。本当に。はい。車。のおもちゃ。はい、オッケー。のおもちゃ。はい、オッケー。いいよ。じゃあ車行こう。ここテスラがあるよ。車買いに行こう。あとなんか中国製の電気自動車会社もあるよ。よし、車行こう。自分かい。わかった。はい、靴、レッツゴー。靴屋さんに来ましたよ。めっちゃでかい靴がある。パパ、これ買ったら。パパ、コンバースでしょ、これ。でっかいコンバース。これと同じやつ持ってますけど。ほぼ同じやつ。結構履き過ぎたから新しいの欲しいなと思った。なるほど。じゃあ履いて。はい、見てよこの二人。グダグダよ、グダグダ。なんだこの二人。後ろになんかパパこれがいいよとかないのかい。なんて、めっちゃ適当。いい、軽い。リュック、靴、つ、いや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 、しり2周しかしないからね。積み木、積み木、あー、じゃあ持ち上がった積み木。いやいやいや、なんか買わないと続かないから。つってなんかあるかな。付け、付けまつげ。やば、もう積み木よ。よし、無印行くか。よし、行こう。本当よ、もう一周空が来るから。僕
ントで困っちゃってんじゃん、これパパが靴なんて言うからよ。漬物、漬物なんて売ってないでしょ。積み立て、積み立て杖だねー。もうカホ諦めすな、爪切りで開けられた。あー、痛っ。だってなくない机、なんかスイーツ、つで始まるのないの？スカロン、チョコレート、ズース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 。行こう。あ、じゃあ次抜いて回ってくるか。もう一回回ってくるし。パパが行った。パパが行った。パパが行った。行くよ。ゴー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 。あ？いいよ。パパ。パパ。パパ早すぎ。まだ爪切りって決まったわけじゃないんだから。はい、母ちゃんどうぞ。うわあ、出たー。というわけで冷たい飲み物かほちゃんだけですからね。行きましょう。冷たい飲み物屋さんに来ましたよ。もう線一周でいいんでしょ。スペシャルティードリンク。かほちゃん冷たい飲み物ゲットしましたよ。冷たい飲み物美味しい。決め切りでよかったのに。じゃあ次せいちゃんの伸びるもの、伸びるものって何？背が伸びるもの待って牛乳？ママは脳を糖でいいんじゃないって言ったの。無印にいっぱい飲んでる。そう、脳を糖ちょっと脳みそ、脳みそって何よ。いやでもパパが怖い顔した。ノーノーとはノーとはノーとはノーはい、次、はい、どうもどうも。いいのか。なんか選んで選んで一個。そうしないと繋がない、繋がらない。じゃあノート。ノートだよ、もうせ。頑張ります。 OK、 じゃあノート。じゃああと10秒。はい、もう本当の10秒。ああ、じゃあノート。もう一回言って。あ、じゃあノートで。どうぞ。もう決めたら言わない。何ですか？よし、じゃあノートゲットしに行くぞ。無事でしょ。来ましたよ。ノートがいっぱい。ノート選び放題。カホはリングの方が好きなの。せいはこういうちっちゃ、いいよちっちゃいのでも。好きなノート、好きなだけ買ってあげるよ。ノートだったら結構欲しいかも。じゃあせいにお願いします。これも一緒に買おうぜ。オッケー。韓国語を勉強したいんです。そうなの。これせいはなんか思い立った時のメモ用のノートで、これはなぜかカホちゃんへのノートだそうです。じゃあ買ってきてください。ほーい、せいノート買った？見して。無印でノート。次パパ、みんながどうしても欲しいものあるのって何でしたっけ。せーの。バカ言ってんじゃない、そんなの使わないよ。なんで。トイレ行きたい人。ほらトイレ。ノイスノイス。パン使うの。ユニクロ。ユニクロ。じゃあトランクスを買いに来てます。じゃあみんな視聴者の皆さんにパパのパンツをお見せしましょう。
あのカフさん、パパのトランクスを見に来たんですけど、なんでここアニメ売り場に。パパボクサーダメだよ、トランクスだから。パパこれあれじゃん、これでトイレ行ったらポキポキ踊れるよ。ポキポキ踊れるよ。でレストランから家まで穴開いたまま。パパにおすすめありますか。やっぱこの水玉でしょ、このパパが、これ、うん、パパのトランクスが決まりましたよ。想像してください、これを履いている感じをね。はい、買ってきてください。あればいいかなと思う。ちょ、そしたらちゃんと全部見せてよ。この緑可愛いけど L? これなんか XL だったらあった。じゃあ青でいいんじゃん。はい、ワンちゃん。どうしても緑。それが可愛いんだってパパ。見せて、どれが可愛いんですか。ちょっと入った感じを想像してみて。おい、パパ何買ったんですか。トランクス。そしたら、ダメだ、まだカオちゃんが終わってないのに。カオちゃん、ス。ス。スイカ。いいね。まさか。何。いやパパなんで自分から言った。スカート、スウェット、スウェットバンド、スイートウ。わあ、すごくない。スキンケアってどこのが欲しいの。日本のやつか。スウェット、スウェットです。どっち。一個だけよ。スキンケア、スマホ。スマホスマホ前はパパのスマホと交換したい。パパの嫌だって。ちょうどほら iPhone 出たから。違うよ、カホがそれを買うわけ。そりゃそうでしょう。いやいや、でかいからさ。なんでパパをもらわない。どうするどうするどうする。スマホでも、スキンケアでも、スウェットでも、スカートでも。じゃあパパカウントは始めてください。オッケー、じゃあスキンケアに行きましょう。さすが女の子ですね。アジア系のスキンケアとか化粧品が売ってるお店に来ましたよ。入ります。おい、母ちゃん、この韓国のメーカーのこれが欲しいんだって。いいよ、ローション。うん、ここに美容液が4種類あるんだけど、それが全部入ってるってやつがこれなんだよね。買うの？美容液セット。女子の夢だよこれ。何？女子の夢？夢だよ。よかったね。ありがとう。パパが巣で終わってくれて。毛穴。毛穴小町。ママはこれが気になったよ。見てよ、母ちゃん。可愛いな。可愛い。パソコンスキンケアじゃないと思います。パッと買います。いいかどうか知らんけど。カホさん、スキンケアですよ。ここもスキンケア。いやいや、それはメイクアップですから。美容を綺麗に見せる、ね、これですね。美容液と毛穴パックとローションとトナー。イエーイ。Moments later. スキンケア買いました。買いました。買いたのあった、うん、みんな大満足ですか。大満足ですか。